令和元年台風第21号は2019年10月に日本の東海上を北上した台風である。日本に上陸はしなかったが、この台風から暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が不安定となり、関東地方と東北地方の太平洋側で大雨になった。特に千葉県と福島県で記録的な大雨となった。 新ロズ10月17日頃にマーシャル諸島近海で形成が始まった低圧部が18日15時に熱帯低気圧へと発達し合同台風警報センターは19日0時30分に熱帯低気圧形成警報を発表し同日12時に熱帯低気圧番号 22W を付番した 22W は同日15時に トラック諸島近海で台風21号となり、アジア名、ブアロイと命名された。命名国はタイで、歌詞の名前に由来する。台風は22日3時から同日9時までの6時間で、中心気圧が20ヘクトパスカルも低下するなど、急速に発達し、中心気圧935ヘクトパスカル、最大風速秒速50メートルの非常に強い勢力となり最盛期を迎えた。 その後24日に小笠原諸島の父島などに再接近し25日21時に日本の東で温帯低気圧に変わったこの台風は10月24日から26日にかけて日本の東海上を北上したことから台風21号は3年連続で日本に接近または上陸したことになった日本付近を通過した亜熱帯低気圧と この台風の湿った空気の影響で10月25日は関東、東北地方で大雨となり特に千葉県と福島県では河川の氾濫や浸水被害が相次いで発生するなどし死者13人、負傷者13人の大きな被害が出た。ありがとうございます。